エピソード3次は何だろうアリス彼女と書いてアリスなんだもう一人の女性ですかアリスあ信号だそれからしばらく歩いていって俺は気がついたことがあったそれはこのスカイの信号は全てが赤のまま止まっているということだ 歩行者用も車両用もここでは誰一人として歩くことを認められていないかのようなこの使いの全てが俺たちを受け入れる気などさらさらないと言っているかのような相手が誰であろうと拒絶されていると分かってしまうのはどこか寂しく感じられた俺はこんなわけのわからない使いにさえ受け入れられないのだろうか二神春馬これをずっとあれだねフルネームで呼ぶねんごめん何 またぼーっとして歩いているから気をつけてくれようんごめんおおじゃあ公園でのことは全く覚えてないんだなうんバス停を離れて横断歩道を渡ったところで君と会話してそこからさっきまでの間の記憶は何もまあ当たり前か君は別人にとって変わられていたわけだからでも見事の出現で助かったのは事実だな 彼のおかげであの化け物は倒せたんだから。これ獣なんだよね。なんか化け物って呼んじゃうわ。獣、獣、獣。双上春馬のままではきっと母親に似た獣と戦うことはできなかっただろうし。何うん、なんでもない。そう。でも、二重人格っていうのは確か自分自身を守るためにあるんだろう。だよね。なんか辛い、辛すぎて、もうダメだめだ、二重人格、みたいな。実際やり方は乱暴だけど、見事は君を守ると言っていたわけだし。 この世界ではミコトに歩いてもらった方が都合はいいのかもしれないなそうかもな人格交代に関する説明を見ますかあ読むエピソード3以降マップ上で移動可能な時に D キーを押すことでミコトと人格交代ができますほうミコトの状態で獣と遭遇した場合必ず決闘モードになりますその代わりアルマに比べミコトは戦闘能力が高く比較的迅速に獣を倒すことができます 物語の進行に関わる重要なイベントでは自動的にハルマの人格に戻ることが多いですがハルマでしか進行させられないイベントや見事でしか発生しないイベントもありますえぇ、ー、結構分岐ありそうだないっぱい行き詰まった時は人格を変えて行動してみましょうほぉよくできているまた見事の状態でバトルモードを行うかどうかは物語の結末に影響を与える重要な選択肢の一つですえぇ、ー、バッドエンドいっちゃう感じかな影響を与えんの見事の状態でバトル 今後は画面左下に表示されているアイコンで現在の操作人格を確認してください。はーい。今回でゲームに関する基本的な説明は終了です。その他、詳しいことは説明書を読んでくださいね。了解です。ありがとうございます。それでは検討になります。やったぜ。かわいい。あ見事と人格交代しますか。するお <laughs> やってやるぜみたいな顔してる。 殺すぜすーごい悪い顔してる。悪い顔してるな、すごい。やめろよ、あんまり。アイスクリームショップ、ラーメン屋。アイスクリームショップの人、私待っている。悪そうな子、ラーメン。深夜業してるはずのラーメン屋だが、誰もいない。ふむ、飽きない中。おっとびっくりした。怖い。おお。来たよ来たよ。目がいっぱいある系の人。あ、そうか。自動でバトルだもんね。 強いなんかこれでカルマゲージとか溜まっていくのかなどうしようなまあ、とりあえずみことでいいか見事で歩こうええもんは閉び出されているかっこいいな待って空き地空き地にも入ってみようかおイベントだおアありすか女の子の声戻ってるあ可愛い,いお願い助けて 何アリスハルマ、ハルマなのえ僕の他にも女が二神ハルマ、来る何があ、来た逃げよう。逃げようぜ。うわー <laughs> 口が多いよ。逃げる逃げる逃げちゃっていいのかなこれ。逃げようオーケー。待って、ハルマ、無理。私もう走れない。あ、いいよ、僕がやる。 全部、全部、ジュカタ、ジュカタソガエテホシ。なになんなの、今の。飛びどくひどいわ。すごいわ。胸から銃を取り出して、まるで漫画みたい。アリス、お前な。かっこいい。二神春馬知り合いなんかここへなのかわいい。違うよ。俺の、俺の嫁は君だけだよ。あ、うん、えっと。俺だ、俺、君だけだよ。いきなりごめんね。助けてもらってありがとう。いや、気持ちかな。私は、えー、姫川アリス。 のの中学時代の同級生あなたは僕は <laughs> ここへ可愛いいなあなんかおどおどしてるで、ね、大丈夫、うん、ああなたもしかしてハルマの彼女イエスはああごめんね彼氏と知り合いの女が現れたらそれはそうなるよねあでも安心して私とハルマは何でもないから今はね なんだその含みは ?BGM が。アリスやだな、大きい声出さないでよね。彼女困ってるだろう。お前のテンションは人を疲れさせるんだよ。ひどい中学の時は、私といると安心するって言っていてくれたくつ、<laughs> やめろ、そういうこと言うのやめろって言ってるだろやめろ本当やめろ本当に。あ、ごめん。ふ、うん、平気。ふ、うん、私とは喋ってくれないけど、春馬とは話すんだね。 アリス人にはそれいろいろ事情があるんだよ。それ以上言うと本当に怒るからな。怒るからな。はいはい、ごめんね。彼女、俺とは平然と話していたから、あまり時間が置いてなかったけど、普段他の人と話しているときは、こんな感じなのかな。<laughs> アリス、お前、この近くに住んでるのか <laughs> うん、気づいたら、知らない場所にいたの。さっきまで何をしていたのか思い出せなくて、いきなりあの化け物に追いかけられて。<laughs> 俺と同じだな。そうなんだ。 俺も正直まだ信じられないことばっかりなんだけど。俺はこの氷の世界のことを、獣たちのことをかいつまんで話した。この世界が発生した原因を突き止めなきゃ、元の世界には戻れないらしい。それでもしかしたらその原因ってのが、トーマと何か関係があるかもしれなくて。トーマそのだから俺今実家に向かってるんだけど。一緒に来るかなんだあいつなんて会いたくないけど。 この空間に一人残されるのは絶対嫌だしあいつ連れて行ってくれると助かるかなうん分かったトーマは何なんだろう嫌われてるのねそういうわけだから彼女も一緒に連れて行くけどいいかな君に任せる <laughs> ありがとうありがとう姫川アリスが仲間になったすーごい萎縮してるじゃないかものすごい顔してるじゃないか姫川アリス え所持品はスマートフォンだけセーブしたいセーブしたいがまあ行こうか行こうか空き地には何もないっすよね何かあったりするテナント募集中お問い合わせは雪見が多く不動産まで24時間営業何か入れるとここ地下は明かりが消えている降りるのはした方がいいだろうなんでだセーブしたい F だってさファミマかなファミマかなこれ F ま行こう駅方面に行きますおっわあ学校ねここ学校駅に向かう途中に学校なんてなかったよねそうだね彼女アリスが現れてからずっとこんな調子したけど大丈夫かな <laughs> もうちょっと大きい声で喋っていいんだよ夜の学校ってだけでも気味が悪いのに2人して変なこと言わないでよ線路沿いに歩いているんだから駅方面に向かっていることは間違いないはずだけど 何せよ、気をつけていこう。ほーい。わあ入る気満々じゃないか、これ。入る気満々じゃないか、入る。絶対入るやん、こん、とイとえ。なん <laughs> だ、今の今なんかいたぞやだ、そういうのそういうのやだーセーブしたい。あ、公衆電話。公衆電話がどうかしたあ、この使いに来てから、携帯が繋がらなくなっちゃったから。 一応電話かけて見かけたらつながらないかどうか確認してるなるほどもともとトーマからは電話がかかってきたわけだしねつながる電話もあるのかもしれないねうんそういうわけだからちょっと待っててほんとだよもうリアルだーリアルだお金使うの ?500 円しかないよやっぱりつながらないか携帯の時は0時のままだし県外のままだし無人になった街に現れる獣 気がつくと、俺の手に握っているにぎゃにゃにゃにゃ。<laughs> 日本となんでこんなことが起きているんだろう。お誰えアリスか君、アリスはあっちに <laughs> 勝手に行くなって。勝手に行くなって。ええあいつなんで学校なんかにえねえ、何があったんだよわからない。は あの子いきなり叫んで急に走り出してなんだよそれどういうことだよ僕に聞かないでくれ僕も驚いたんだえ急にとにかくあいつを追いかけようこんな場所に一人でいるのは危ない待ってなんというかうまく言えないんだが姫川アリス彼女人間じゃないような気がするえ人間じゃないのえ死んでるのもうアリスが獣だっていうのか最初も今も人間に見えたけど 獣なのか幽霊なのかはっきりしないがこの界の住人のような気がするんだえ少なくとも俺たちと同じ人間ではないってことなあ二神春馬思い出してほしいんだが彼女何かいつもと違わなかったかいつもと違ってたかなんて会うのは中学以来だしわからないよだいたい獣じゃなくて人間じゃなくてアリスは何者だって言いたいんだよそれはまだ僕にはわからないけど もし東マの元へ急ぐなら彼女にはかからない方がいいそんな気がするんだえー、これ分岐アリスに出会ったから彼女最初からずっと様子がおかしかった多分それが俺以外の人間に対する本来の彼女の姿なのだろうと思っていたけどそもそも彼女は俺を知っているけど俺は彼女が何者なのか名前すら知らないえー、名前聞かなかったっけあそうか名前聞いた時ってみことだったんだっけだから あれか、ハルマは知らないのか、名前。そうか、記憶ないんだもんね、あの時の。彼女の言葉を信じていいのかえ、えええ、信じなかったら死にそうだよね。えぇ、ー。し信じたいけど、信じたらもう学校には行けないルートなのかな。うわぁ、どうしよう。信じないでい行ってみるか。でも、俺の嫁だしなぁ。う信じろ。 そうだ彼女は最初からずっと俺のことを助けてくれていたんだし少なくとも嘘をつくような子じゃないってことぐらいはわかる俺は彼女を信じるわかった君の言葉は信じるよただあのアリスが人間じゃなかったとしても助けに行っちゃダメかな君が行くというなら僕は従うさでもどうして今度こそ助けたいから今度こそもしさっき出会ったアリスが本物のアリスじゃなくても俺が助けに行かなきゃ俺の気が済まない イケメンかよ。はぁ、あ、ダメかな。好きにしてくれ。やった好きにしていって。僕は君を助けるだけだよ。ありがとう。やったぜ。では好きにさせてもらおう。セーブしたい。これはなんだバツバツ私立、ロンドン中学校。なんだこりゃ。どうしたのロンドンだって、氷の世界ってやつは何でもありの世界なのかよ。 君が何を言いたいのかは分からないけどまあ大体何でもありだねへえ便利な世界だねなんだなんだ人格交代したら変わるのかなロンドン中学校あっみことじゃないと見えないクリックみたいなのがあるのかなそういうことなのかなちょっと見事に見事になりたいなあれ見事になれなくなったあっおみことと交代はいする見事じゃないと起こらないイベントみたいなもうゴッド 戦えみことうわっ奇抜だな姿がこれ一回で死ない、ね、あーこいつ強いぞよしあのカットインが出たら敵が死んだってことえー、でもどうしような見事だと逃げれないからなどうしよう見事やめようかあんまりダメージ食らえてくないんだがあちょちょちょ答えちょんああ答えするはい答えしたもう春まで逃げていこうか だって、回復アイテム買っていいのかなだって、500円しか持ってないのに。5000円ぐらいあったらもうやりまくりなんだけど、回復。学校の中入ってったいいで。うわあ夜の学校とか絶対やだわ絶対出るもん。100%出るもん。やっぱり、どうしたんだここ、俺たちが通ってた中学だ。 本当は実家よりまだずっと遠くにあるのにやっぱり君の言うとおりあのアリスはこの使いの住人なのかもしれないな俺を呼んでるのかもしれない現実にはありえない建物が存在しているつまりここは敵の砦ってことだ砦もしかしたら僕らの武器は敵に通用しないかもしれないそれでも行くんだなうんたとえ本物のアリスでなくても俺をここへ呼び寄せたということはきっとあのことが関係しているんだ あのこと。行かなくちゃ。だってロンドン、ロンドン中学校でしょ。ロンドン。あのことでなんだろう。さすがに暗いな。待、ま、って、携帯のライトつけるから。携帯は万能だな。とりあえず中には入れたけど、学校中くまなく探すとなると骨が折れるな。でも他に手段はないだろ。呼んで出てきてくれるなら、最初から姿をくらましたりなんかしないだろうし。だね。行こう。 学校の中で発生するバトルパートでは戦う逃げるの選択肢がなく強制的に逃亡モードが始まりますマジかさらに逃亡完了までの時間制限もあるためひとまず逃げ続けるということもできませんええー、時間制限もあんのこまめにセーブを行うことをお勧めしますマジかーセーブポイントあるセーブポイントあるセーブしたいんですよねあ上にあるなマップめっちゃ便利マップめっちゃ便利よしよしセーブしとこう ふぅ。ふぅ。はぁ、あ。はぁ、あ。じゃちょっとひとまずここで終わっていこうかな。うん。よかったら次パートを見ていってください。どうなるんだろうなぁ。あのことってなんだろう。でも学校って言ったらなんかあれだよね。いじめとかそういう感じの暗いことが思い浮かばれますよね。すごい気になりますけど、続きは次パートで見ていきたいと思います。ちょっとね、休憩挟みながらじゃないとなんかね、結構ね、重々しい世界観なので、結構ね、なんだろう、どっと疲れがきますね。 なのでみんなもねゲームする際はちゃんと適度に休憩を置きつつやりましょうね最後まで見てくれてありがとうございますお疲れ様です